皆さんこんばんは、ブラッキーです。今回もメタルギアミッション別解説シリーズやっていこうかと思います。よろしくお願いします。今回のミッションは静かなる暗殺者です。静かなる狙撃手ことクワイエットとの対決です。様々な動画がもう世の中ありふれておりますので、どうやろうかかなり迷いましたが、見たことあるとなると悲しいので、海外 RTA 勢による最新チャートをお披露目します。S ランク、完全ステルス非殺傷、痕跡ゼロすべて達成してクリアします。スタンブレもデコイも義手も使わない超スタイリッシュチャートです。まずは馬でクワイエットの狙撃ポイントの近くまで向かいます。ここで重要なのは絶対にクワイエットの狙撃を受けないことです。クワイエットの攻撃パターンが変化してしまう恐れがあるからです。ただしちょいちょい車線に入って撃たれやすいように走ります。クワイエットの頭上に落ちるような位置に支援物資を要請してます。うまく頭に落下させるとスタミナを半減できます。ただしチラチラとこちらの姿を見せて気を引きつける必要があります。でないと物資に気づかれてしまい逃がしてしまいます。支援物資の段ボールがぶつかりました。狙撃ポイントを変更しようと上から降りてくるので着地したところを馬で引きます。やりました。あとはいつものようにミッション領域外に出てクリアです。倒れたクワイエットに近づくとイベントが発生し、とどめを刺すか、刺さずにヘリでマザーベースにお持ち帰りするかを迫られます。しかしそもそもそんなイベントを起こす必要はありません。クワイエットの気力をきちんとゼロにして撃破しました。やることはやったので放っておいておさらばしましょう。痕跡ゼロきちんと達成しています。もう少し詳しく先ほどの方法について解説します。この支援物資を落とし超有名なクワイエット撃破方法ですが、痕跡ゼロと相性が悪いことにお気づきいただけましたでしょうか？痕跡ゼロの条件は完全ステルス非殺傷を満たした上、武器及び CQC による攻撃が禁止、さらに補給を受けないことが条件になっています。じゃあさっきの補給は何だったんだという話ですが、実はミッションを行う前のフリーの状態であらかじめ要請してました。ミッション中に要請したらアウトですが、なんとフリー時の要請はセーフです。というわけでミッション開始前にこの遺跡付近に移動し、クワイエットの初期位置大体ここら辺だろうなというところに要請し、物資が運び終わる前にミッションを受注、開始しました。クワイエットがいない時に物資を要請するので位置調整難しかったです。ミッションタスク攻略についての解説に移ります。まず第一に殺傷ダメージを与えてはならないこと、そして最後のスタミナダメージを10以外でフィニッシュすることです。今回は通常難易度ということなので無難に物資作戦でいきます。まずは最初の支援物資をクワイエットの狙撃地点に要請します。先ほども言ったようにチラチラ姿をクワイエットに見せます。クワイエットもそこまでバカではないので、そのままだと物資に気づいて落下前に狙撃ポイントを変えます。ただ撃たれてしまうとそれはそれで逃げられやすいので難しいところ。常に遮蔽物を意識してクワイエットに近づきます。一投目成功です。クワイエットが逃げる前にここに C4 を設置しておきます。クワイエットがどこに狙撃ポイントを変えるかを可能な限り目で追います。OK、マーキングすることができました。撃たれないように岩に隠れて次の支援物資を要請します。そしてチラチラ見せながら脱出の準備をしておきます。お前さっき俺ら着替えてチラチラ見てたの。ボス、気をつけろ。そこは敵艦の車線がクリーンだ。部活に出れば、的にされるぞ。もうすぐ狩り場は抜けられるはずだが。いい感じにぶつかってスタミナキル達成です。あとはクワイエットにとどめを刺すか刺さないかを決めます。仲間にしたい場合は近づいて撃たずにそのまま待機します。ただ今回は仲間にする理由がないので持って帰らないです。こんなことしてるからいつまで経ってもクワイエット帰ってこないんだよな。というわけでミッションタスク全達成しているので、ディーウォーカーでトストと遺跡から離れてクリアしてしまいましょう。はい、というわけでミッションタスクすべて達成してクリアできました。高難易度と違い、通常難易度だと物資当てができるので楽でしたね。以上ミッション11静かなる暗殺者でした。いかがだったでしょうか？ MGS3 のジエンド戦や MGS4 のクライングウルフ戦もそうでしたが、やはりスナイパー対決は敵の位置を絶対に見失わないことが何よりも重要です。こういうのは短期決戦で、ダラダラと長引いてしまうと敵の方が有利になりやすいですね。というわけでミッション11静かなる暗殺者でした。ご視聴ありがとうございました。面白かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。